フェルディナント・フリードリヒ・アウグスト・フォン・ビュルテンベルクは、オーストリア帝国の軍人。フランス革命戦争やナポレオン戦争で、ハプスブルク・オーストリア軍を率いて戦った。最終階級は、陸軍元帥。1763年10月22日、ブランデンブルク・プロイセムのトレプト・アンデア・レガで、ビュルテンベルク公爵フリードリヒ二世、オイゲンの第五子として生まれる。 1781年、陸軍に入隊。公爵位を持つ、位貴族の家系出身であったため、入隊した時すでに中佐の階級を与えられている。1788年に、少々へ昇進し、オード戦争中の1789年のベオグラード包囲戦に従軍した。フランス革命戦争では、第一次大仏大同盟側に所属。自身の軍隊を、 ネールインデンに集結させ、今で包囲戦で勝利を収めた。1796年3月、フォン・ビュルテンベルクは、砲兵大将に昇進したが、6月のアルテン・キルヒエンの戦いで敗北したことを受け、カールフォン・エスター・ライヒテシェンによって解任された。1805年に、元水へ昇進、以降屋内での勤務がほとんどであった。1834年1月20日に、 ナッサウ公国ビースバーデンで死去。フォン・ビュルテンベルクの長兄は後に、ビュルテンベルク王国初代国王となる、フリードリヒッセイ、ビルヘルム・カール・フォン・ビュルテンベルクである。また、弟には、オーストリア帝国と、ロシア帝国の将官だった、アレクサンダー・フリードリヒ・カール・フォン・ビュルテンベルクがいる。ありがとうございます。